おはようございます、本日もポケモンレンジャー実況プレイやっていきましょう。なんだっけ、なんかどっかに行けって言われたの覚えてる。どこだ、ちょっと待って、どこだ。こういう時は一回あのババアに死に行く。なんだっけ、 なんて名前忘れちゃったな。なんか変な、確か行ったことないとこでしたよね。行ってこいみたいに言われた気がしますね。おい、ババアどこだ。ババアいなくね。あれ、お姉さんはいいけどババアがいねえ。あれ、この上ってあったんだっけ。この上ってなんかありました。木が、あ、これでも一回来たことあるな。ミッションって受けてたのかな。あ、ミッション受けてた。なんか青い石をゲットせよ。そうそう、冷やバレー、どうやって行くんだ。あ、そうそう、フローゼル、そう、思い出した、そう。フローゼルがいるから、フローゼル使って、あの、川を渡れって話をしてましたね。そう、すいません、忘れてました。そう、これ投稿されるのが多分、土曜日だと思うけど、ついにね、僕の動画が明日、ポケモン対戦の方の動画ですね。実況者大会に出るので、その動画がね、明日投稿されますね。ぜひね、広告、宣伝の方、広告宣伝の方をね、よろしくお願いします。こういうこと言ったら怒られるかもしんないな、作手かよって。まあ、こういう関係ですかね、僕と皆さんは。なんだ、ウィンウィンの関係みたいな、そんな感じですね。じゃあフローゼル捕まえて川を下っていきますかね。おお、こんなとこにいた、中ポケフローゼル。フローゼルといえばさ、絆杯って皆さん見てました？実況大会があったんですよ、ちょっと前に。で、そのアミさんとカズキさんって人の対戦があって、そのカズキさんって人のって、まあ知ってると思うけど、カズキさん側のね、ジーバクがフローゼルだったんですけど、めっちゃ刺さってましたね。あの対戦すげえ熱かったな、あれ。実況者大会でもなかなかあそこまでのミニ試合はないですよね。ああいう試合が僕もできるようになりたい。できるようになりたい。願望言っても仕方ないけど、よし、ここで多分水を。フローゼルでね、渡れると。波乗りじゃん、これ。これ別にフローゼルじゃなくてもできるでしょ、その辺の水ポケモンで。あ、これ渡れないの。意外とできることが少ない。こっち行けばいいのか。なるほどね。ここ、バカッと見ない。上がれなそう。ここにも地図あんのか。釣り人がいるぞ、なんだ。ここは俺しか知らない釣りのポイントなんだ。釣れない以外は最高だよ。クソじゃん、それ。よう、なんだ。ここはクリスタ洞窟さ。ここの北先が寒い寒い冷やバレー。ここ結構あったかそうだけどな。そんな変わるもんなんだね。これなんかこんな長い意味あんのか。なんか左下のもなんかいけますね。いけるって言えるのかわかんないけど。こんなに。なんか違う気がするけど。上は？抜け出先っていうんだから上に行くんだと思うんだけどな。まあいいや、そこはとりあえずスルーしよう。あ、でもフローゼルここにいるのか。まあいっか。こっちもなんかあんのかね。なんかありますね。お、ゴルバットがいる。顔やっば。逃げろ。よーし、神回避。どっちが正解なんだろう。なんかあそこ忘れたけど。ピカカスがいる。ん？これ実はなんかセキルドっぽくない？こっちが。いや、わからんけど、なんか、普通になって進めてますもんね。セーブポイントがあるな。あ、なんか寒そうだし。なんだ？闇闇だんか。エリートだって、闇闇エリート。ヒアバレーの出口を私は塞いできた。あ、あっちが出口だけど、栄えてたのかな？もしかすると。ちょっとそこにやってきたのも見るからに弱そうなポケモンレンジャーだった。私は思うようにモバリモの機器を打ち始めた。なんだこいつ、気持ち悪いな。独り言言ってら、なんだ？うわー、ゴルバ大量に来た。対戦よろしくお願いします。数多いって結構囲むの大変なんですよね。これ囲めないんで、こういう風になかなか。あ、超音波とか飛ばしてくるし。全然囲めてない。うわ、めんどくさ、こいつら。あ、ゲージが溜まれば技とか使えるから。あ、でもいけそうだな、普通に使わなくても。囲む数はそんな大したことなさそうだから。あー、当たっちった。いけそうでいけない。こいついけそうじゃない、でも。こいつ。オッケーオッケー。一匹出せばだいぶ違うから。まあもうこいつも。すぐキャンセルされる。
こう考えると初代のやつはめっちゃめんどくさかったんだな、初代のポケモンレンジャーは。これキャンセルしてやり直しですからね、あれ。リザードンが超苦戦した気がするわ、あとボーマンだ。今作はでもそこまでやばいほど苦戦したのはないな。今どれぐらい、今多分ストーリーの中盤ぐらいだと思うけど。でもカムト出てきたからなんだろう。あー、アタッチしたバカかよ。なんか終盤も近づいてきたんですかね。めんどくさい。あー、バカかよ。なんでこんな苦戦してんの、こんな雑魚に。今さ、あのポケモン GO でさ、ゴルバットが今、あの初代ポケモンしかまだいないから、ゴルバットが最終進化系の結構違和感ありますよね。クロバットにならないっていうね。あ、ちょっとマジかよ。待って。なんかうまくいかないから、ちょっと待って。今日集中できてない、ポケモンレンジャーに。はい。めっちゃダメージ食らってんじゃん、このザゴに。マジか。バカかよ。まあいいや。機嫌値多いな。すげえ多くね。こんなもらえるもんか。タイヤリ。なんか、モバリモって脆いですよ。すぐ壊れるよね。こうして私は己の弱さを知り、洞窟を抜けて雪国じゃない方に逃げ出すのであった。ここせが、さ、だからここが塞がれてるから行けないとかそういう感じなんですかね。なんでセーブしとこう。それか抜けれるのかわかんないけど。あ、塞がれてんだ。なんか必要。燃やす？燃やせんじゃない？ガーディー君。燃やせる、たまたまいたガーディーが燃やしてくれる。本来であればなんか向こうに行って、ポケモンゲットしなきゃいけないとかそういうのがあったのかな。なんかガーディーいてよかった。サンキューガーディー。これで抜けねえのかな？抜けたっぽいですね。なんか、よくわかんないけど抜けれたわ。まっすぐ行かなくてよかった。なんか悪態ポケモンがいるな。またか。お？なんかエンペルトとかいるぞ。超強そうじゃない、あの人。なんかエンペルトもなんか渡れるって言ってたよね、川を。何度も言いますよね、あったかそうなおっさんよ。いいからエンペルトこっちに起こしなって。アルミアのお城に向かうには、そのエンペルトが必要なの。渡さないと言ったら渡さないんだ。このエンペルトは怪我をしている。治療が必要なんだ。そんなものは、唾つけるときは治るだろう。あ、わかった、もういい。そっちがその気なら、この回り物でヘルガーに襲いかかるの命令だ。カチャ、カチャ。寒さで手がかじかんで、カチャ。でもヘルガーゼンペットに勝てなくね、多分。怪我したとしても。ヘルガーごときでは。普通に負けるぞ、多分お前。大丈夫か？ゼンペットめっちゃ焦ってるじゃん。水タイプの風上にも受けんな。さすがグラ。俺が守ってやると、なんだお前は。喧嘩やめてってか。薄着のお前、寒さでかじかんだその手で、スタイラーがうまく扱えるかな。カチャ。カチャ、おっせえな。早くしてくれ。カチャっと。ヘルガー、まずはレンジャーから。対戦よろしくお願いします。あ、ちょっと HP が不安だけど。まあ、ヘルガーごときは負けないでしょ。技使うかなんか。あ、使えねえわ。なんだ。なんか悪の波動ですね、これは。あ、結構数多いな。貯めとこう。うわ、いける。弱っ。ザコザコのザコやん、こんなん。タイヤリー。はい、燃やせ。あ、こいつで、ガーディとレベル同じだもん、あの火のレベルが。ヘルガー見た目超強そうなんだけどね。誰もが考えるリザワイヘルガー構築。リザワイメガヘルガー構築やりたいですね。誰もが考える。できないけど。雪玉をぶつけてやりたい。そんな気分だ。じゃあな。よじじ。どうした？おかげで助かったよ。私はポケモン調査隊隊長の今父です。今父ってやついなかったっけ？なんか。あ、今父というのは私のあだ名でね。一人息子の今父、一人息子が今父だから、今父の父で今父。なるほど。何かおかしいかい？え？そうかそうか。君はユニオンで働いてるのか。息子ばかりが私まで世話になってしまったね。どうもありがとう。もっと感謝しろ。それにしてもあいつら、昔々凍りついたまま今では誰もいないアルミアのお城に何の用事があるというんだ。またおかしな奴らだな。これ助けてもらったお礼と言ったなんだけど、我々のブルブルキャンプで休んでいくといい。部屋の中はここよりも、まあ少しはあったかいぞ。こっちだ。ブルブルキャンプまで行きましょうね。なんか普通にレンジャーベースみたいなのがありますね。誰が名付けたか、ここがブルブルキャンプ。我々調査隊のキャンプ地だ。暖房が安物なので、部屋の中でも結構寒いのが特徴かな。クソだ。クソだな。一番奥が私の寝泊まりするドリーム、ドームハウスで。寒いこと除けばなかなか快適やぞ。寒いとこばっ、あったかくしたいんだけど、僕。でも同じ形してますね。なんかドラゴンボール出てきそうじゃない、これ。ドラゴンボールの家こんなんじゃなかったっけ、全部。
あるな、中快適そう、確かに。寒そうだな、ね、家の中にいるのに。さっき襲ってきたのが闇だ。そういえばルミナタイムズにも書いてあったな。これか。これ前に見た気がする。物騒なのは世の中になったものだね。そうやな。そういえば今しのやつ、今しのやつ元気でやってるかい？皆さんにご迷惑をおかけしてはいないだろうか。大丈夫大丈夫。親バカなんだろうけど、どうも心配でね。何何、今しの青いペンダント？ああ、あれは、時々しか帰ってやれない今地のお土産なんだ。この近くで暮らしている雪のおばあさんの手作りペンダントだ。優しいおばあさんでね、話してるだけで気持ちがほかほかしてくる。我々調査隊にとってストーブのような 人なんだな。一度雪のおばあさんに会ってみるといい。ペンダントのこと何か教えてくれるかもしれない。エンペイと手当てが終わった私も君を追いかけよう。雪のおばあさんに会いたいのでね。なんかフラグっぽいね。雪のおばあさんは、キアバレーの雪原にある丸太小屋で暮らしているよ。丸太小屋、わかったわかった。今日覚えとこう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいかなというふうに思います。お疲れ様でした。失礼します。